私の家族の物語を映画にするんです。夢を持っている人は本当に素敵です。頑張んなきゃ。花子さんなら大丈夫です。俺も頑張ります。これ業界の常識なのよ。家族名が諦めるんですか？そんなわけないでしょ。人意味不明に舐められんのは許せない。じゃあ俺もです。始まる。お前も少しはアクセルをビュンしてみろよ。ほんとキモい。うるせえクソ童貞。お兄さんさすがに口が悪い。お前は誰なんだよ。神も仏もないな。やっぱり実際の親じゃダメだ。ダメクソ。どうすりゃいいんだろうな。一貫整理して俺長男だから。俺が長男だから。1年って何？父さんの電話に何ヶ月も出なかっただろ。ここに来て初めて家族というものを知りました。切れないよね。